投資の資産形成の一番のメリットっていうのはな、はい。今何か自分が会社やってる人とか、うん。商売やってる人な、法人でも、まあまあ、特はに法人でい。うん。会社やってる人なんかは、そちらでその利益っていうか、益ですよはね、い、利益はい。が出て、それをどう節税するかっていうのにも結構使えたりするわけよ。なるほど、なるほど。うん。で、その場合は、今、ご自身でやってる、例えば会社をお持ちになってて、その法人じゃなしに、もう一個ね、資産管理法人みたいなやつを作るわけよな。で、そちらで不動産の管理事業部みたいなものを作って、で、そこでその経費も利益と、家賃も入ってくるか、収益も出るけども、経費も計上していきながらみたいな。で、まあ、不動産をその運用していくと思うと、やっぱりどうしてもね、修繕とかな、いろんなもん出てくるんですよ。あ、壊れたとか。雨漏れしたとか、こういうのも経費をその本体っていうか本業の商売で利益がしっかり出てるような会社をお持ちなんであれば、やってるんであれば、その経費をうまくこう付け替えるっていうかな、合法的に。やっちゃうこともできるわけですよ。要はだから、どちらかというと税金対策みたいなことにもああ、結税金対策で不動産を購入するってことね。なるほどね。